はい、遊戯王カード25周年記念パックですね。こちら開封していきたいと思います。いつもあの机の上で開封してるんですけども、ちょっと雰囲気を変えて畳の部屋でやってみることにしました。いやー、なんかこれでね、ちょっと流れが変わればいいんですけど、まあ狙うはブルーアイズですね。ブルーアイズの25周年シークレットが出てくりゃいいんですけど、なかなかね、なかなか出てこないですね。これ多分4箱目ぐらいですね、これで。4箱目ぐらいかなと思います。さあ、開封していきます。なんかちょっといつもと勝手が違うんで、ちょっと微妙にやりにくいですね。はい。すいません、ちょっとね、これを上げます。これ上げて、こういう風にしよう。はい、じゃあよいしょ、なんか見ますね。スクリューサー、お、双眼の銀龍、リミッター解除、お、リミッター解除、サンダードラゴン、はい、という感じです。まあでもブルーアイズじゃないですね。お、あ、25周年シークレット来てる。なんだろう、お、あー、でもこれか、ちょっとサンダードラゴンフュージョンか。はい、こちらでした。って感じですね。という感じです。まあ、ちょっとあまり期待せずに行きましょう。あんまり期待しすぎるとね。あんまり期待しすぎるとあれなんで。期待せずに開封していきましょう。いや、ほんとね、こう、遊戯王のこの25周年記念パック、全然ね、欲しいのが出てこない。狙ってるのが。もう狙ってるのがね、出てこなすぎて、この前段のね、やつでも、あ、あれ、なんかのアルティメットドラゴン来た。あ、ドラゴンじゃ、あ、アウスや。これはね、ちょっといいですね、このアルティメットレア。アウス来ました。はい。最後、ちょっとどんぐらいの価値があるか一回調べてみましょう。でもこれがね、25周年シークレット、これ逆だったらよかったな。逆だったらよかったな。サイバー、次。おー、レッドアイズ。レッドアイズの、はいはいはい。こか、はい、普通のレッドアイズがちょっと欲しいですね。普通の初形柄の、あるいは今回の新絵柄のが入ってたと思うんで。はいはいはい。いやー、なんかウルトラレアでもいいんで、ブルーアイズ来てこないかなー。あー、25周年来たー。なんだろう。3000？ アタック 3000？ ディフェンス 2500？ あー、でもなんか違う。タイタニック来ましたね。タイタニック。はい、これで、まあ、って感じですね。まあ、まあ、あとまあ、アルティメットレアで、神とか、ブルーアイスとか、レッドアイスとか来ないかな。こっちじゃないんですね。融合じゃないんですよ。
融合じゃないんですよ。融合があってもね、元のフルアイズがいないと使えないんで、融合じゃないんですよ、欲しいのは。おー、なんかこれブラックメタルドラゴンだ、黒煙だ。さあさあ、まだアルティメットレアが出てないですし、トークンも出る可能性もなきにしもあらず。あれ？あれ？アルティメット、なんだこれ？え？これ25周年シークレット、あ、間違えてた、こっちがアルティメットレアだ。ってことは25周年シークレット、まだチャンスはあります。ちょっと見てみますよ。なんだろう。あー、魔法か、長い。あー、こっちがマドルチェサロン。いやー、いやーって感じですね。いやーって感じでした。はい、あとはちょっと消化試合、消化試合と確認ですね。価値の確認をしたいと思います。はい、ラスト1パック。網の中、自転車走って行ったんですけど、ハーピーパフューマー、はい、という感じです。ちょっとこの4枚ね、調べてみましょうか。少々お待ちください。スマホ、あれ？スマホがないぞ。あったあった。意外と近くにあった。はい。まず、まあ、こっちからアルティメットレアの方からいきますか。一番価値が高そうなアウスですね。アルティメットレア、事例使い、あー、1000円ぐらいですね。これ1000円ぐらいです。で、こっちのナンバー38、タイタニックギャラクシー、あっちめ、あー、これ500円ぐらいか、5、600円ぐらいですね。ってことで、まあ1500円ぐらいですね、こっちのアルティメットレアの方。まあでもアウスは割と高めだった気が。はい、じゃあ次こちらですね。ね、サンザー雷流融合ですね。雷流融合、お？結構意外とする。2000円ぐらいします。思ったより高い。あ、いたいた。2000円ぐらいします、こちら。2000円。で、あとこの、マドルチェサロン。マドルチェサロン。
マドルチェサロン。マドルチェサロン。え、これも2000円ぐらいする？これもなんとね、2000円ぐらいするみたいですね。まあ、1000円ぐらいのところも、ああ、1200円か。まあでも、5000円するとこもあったりするんで、ただ安、1000円から、でも安いとこはすごい安いな。どんぐらいが妥当か？難しい。まあでも、カードミュージアムの価格を参考にしましょう、こちら。2000円。2000円と考えて、1500円なので、4000円だから、まあ5500円。まあちょうどじゃないですけど、カードの、ちょうどか、まあ購入代金に近いぐらいの価格になりましたね。ちなみに、この辞令使いアウスが25周年シークレットだったらどのぐらいの価格なんでしょうか。これ多分ね、結構高い。ああ、やっぱりする。7000円ぐらいします。これ逆転してたらこれ7000円ですね、1枚。やっぱり高い。あとタイタニックの方は？わー、これもあれですね。4000円ぐらいします。逆転してたら全然しますね。こっち7000円で4000円ですね。で、このアルティメットレアだと、1000円500円と。こんぐらいです。はい。以上です。じゃあちょっと、なかなか、足んないですね。ただ、アルティメットレアはその、見た目はすごい綺麗ですけどね。この25周年シークレットよりも、この全面、ね、このパラレル加工よりも、なんか見た目は、なんかね、このカード固有の、なんて言うんだろう、光り方してるんで、アルティメットレアって。25周年シークレットはもう一律パラレルなので、まあここ25周年っていう、刻印みたいなのが入ってるんですけど、カードの、なんか通常、なんか作るコストで言ったらこっちの方が高そうですけどね、アルティメットレアの方が。すごい綺麗。という感じで言い訳をしております、自分に対して。で、もうですね、次回はね、もう難しいですね。売ってないんですよ。もう、これもね、昨日売ってたお店が、もう売ってなかったりとかしてて。いや、もうね、売ってない。売ってなさすぎて、もうこれが最後かなと思います。で、まあ、もし売ってたらね、買ってまた開封動画アップしたいんですけど、ちょっと難しいかなと。現実的に売ってない。なんか YouTuber とか見てたら、もう、このね、でっかい段ボールごとね、買って開封してる人がいるんですけど、どこでどうやってそれを入手してるのか謎ですね。いや、僕もそれ、できるんだったら、ちょっとか、それやって買いたいですけど、お一人様一箱とかでね、どのお店でも売ってるんで、毎回僕律儀に一箱で買って、みたいな感じで終わってるんで、で、次の日行けばね、また買えたりするんですよね。だから同じお店に一箱を買って、まあ、次の日また行ってみたいな感じの買い方なんでね、そんな何十箱も買えないという、ましてや段ボールなんかね、もう買えないっていう感じですね。という感じです。1パック4枚入り。
いやー、なかなかトークンは手に入らない。という感じです。で、もしもう手に入らなくて、この25周年記念のカードを、もう一通りもう終わったなっていうふうに思いましたら、今まで開封したカードをですね、まとめたいなと思うので、そのまとめる、動画もまた今度出したいなと思います。仕分けして、ファイリングするやつはファイリングして、そうじゃないやつはなんか保管方法別で考えてみたいなことをしたいなと思います。で、あとこの25周年記念のカードだけでデッキ作るっていうのもちょっとやってみたいですね、久しぶりに。ただモンスターが星4のモンスターがいなさすぎて、でなんかね、強いモンスターしかね、生贄がめっちゃ必要なモンスターしかいなさすぎて、ちょっとまともなデッキ作れそうでもないんですけども。あとブルーアイズのね、UFO のカードがあるんですけど、ブルーアイズそれそのものがね、ないんで、ね、召喚もできないっていう感じなんでね、という感じです。まあとりあえずファイリングの回は後々やりたいと思います。じゃあお疲れ様です。負けました。